防災教育のツアーなどに役立ててもらおうと、震災伝承施設など被災地を巡る旅行業者を対象にしたモニターツアーが初めて行われました。このツアーは、震災伝承施設や復興状況など情報を発信している3.11 伝承ロード推進機構が防災教育のツアーを計画する際に参考にしてもらおうと初めて行ったものです。参加したのは近畿日本ツーリストや東部トップツアーズなど大手旅行会社の5人で、計画されている宮城や岩手の沿岸部を回る3つのコースのうち、今日は宮城県内のツアーが行われました。石巻市の宮城東日本大震災津波伝承館では、職員から説明を受け、震災の被害の大きさや避難の重要性などを学びました。一般の方ももちろんなんですけど、まだ記憶のない子どもたちとか、教育の現場に行かせればなと感じました。一人でも二人でもそこで気づきがあって、学んでいただければね、教育旅行だけではなくてですね、普通の一般の旅行ツアー商品の一つの中にですね、組み込んでいただければいいのかなと思っております。それが一番大きいですね。